はい、始まりました。9月16日大戦、今日は津波の戦ということで、実況は徳田、解説は AFM さん、久々の登場ということで、じゃあ AFM さん、今日のメンバーを紹介してください。はい、お願いします。ただいま試合中の池山ネテロ、池山ネテロ、はい、池山ネテロって名前にする、こんにちは、一緒に行っていきます。池山ネテロ、はい、そして対するタヌがマイナス2スタート、タヌはマイナス2スタート、はい、そしてで試合を待っているのがバナオのリュウプラマイゼロ、はい、そしてタロウのユリアンプラマイゼロという、はい、今の4名スタートで、タロウとバナオは今日昇格ということで、はじめにと僕の目の前で柔軟戦をやっていますので、そちらの勝者が上がってくるかもしれないといった状況ですね、はい。さあ1試合目は早くもタヌがマイナス2スタートということで始まりましたが、ネクロネクロ、これはしっかり超電磁入れているのは池山ネテロ、エレキですね、はい、フライバーがタヌが積極的に仕掛けていくと思いきや、これは池山の方ですね。どっちがどっちだか分かりませんが、これはタヌですか、どっちがタヌですか、どっちがタヌですね。今取り返したのがタヌですね、はい、客式観音が池山ですね、はいはい。さあ今攻めてる方がこれが池山ネテロ、はい、ハンター協会会長ということで、ここは超電磁じゃなくてエレクトリックスネーク、エレクトリックスネーク返して、さあダムは落ちれない、落ちれないがどうする、ドリューコバターゲット、エレクトリックスネーク、さあ池山が会長の意地を見せるか、しかしダムが落ちたくない気持ちが、しかし投げて、さあタヌがいきなり落ちてしまって、ここで登場はバナオの竜、そして対するはハンター協会会長池山ネテロ、バナオはね、プレゼントフィッシュイメージありますよね。そうですね、はい、SM もいつもだったらネクロ戦じゃなくて、普段は電流波動をメインで使ってて、ネクロ戦では真空波動、まあ、ただ本人曰くこれは真空波動をわからん殺しだと言っています。なるほど、はい、ピエ入れて、はい、中盤中盤検証を貯める、最後ターゲットかな、これは、いやターゲットではないですね、ターゲットですね、最後は調子が悪い、さあどうやら調子が悪いですが、ここは客式観音を使うまでもないと、こう使ってきましたね、今非常にうまい、こうシンクラボから殴ってきて、ほら見え中盤中盤幻想を食べていく、波動拳、コンセプトとしては波動拳を打って飛ばせて昇竜拳で落とす、まあ、そういったコンセプトはネクロ対竜ありますが、ネクロが池山側としてはこの画面足大切にしていきたいところ、詳しい練習にこなしたいという、中足取ってこれは入らない、シンク波動、これはしっかりかけて投げ上げ出している、アッパータイプ、マナオが取り返す、そしてファイナルラウンド、さあゲージ状況は池山ネテロが100式観音ゲージが、まあ、2本溜まってるということで、対するバナオはゲージがまだ溜まってない状況で、投げて小足電磁、あっとなぜかエレクが出てしまうが、ここはガード、エレクトリックスネーク2本目、今度は100式観音5の手しっかり切っていく、トルネロ、さあスタンチが溜まって真空波動拳、これからしていく、さあしかし各案に使えるゲージがないので、このはしっかり、まあバナオゲージ状況は判断できていたということでしょうか、どうする、ここは会長としてはしっかり殺し切りたいところだが、投げてまだ投げてこする池山が2連勝、そしてこれも本日上がってきたタオのユリアン、ユリアンネクロといえば肘なんですが、ライヒジ池山は入れることができるのか、そしてそれを狙う男なのか、池山は
さあここはしっかりエレクトリックスネック触れていく、スタンス稼いでリープ、スネークワーク入っている、近づいてリープ、キチューパン、スネークワーク、ドリル、スタンスを稼いでいった、チューパンでスタンスを稼いで、しっかりスタンコンボ。さあ池山の流れがかなりいい、さすがといったところか、元最強の縁使いと言われたこの池山。ドリル EX タックル、これは投げをもらってつなげて、さあ池山ガメアス、ここ対戦にしたいが体型タックル、これを張っていく、ガードできず割れて C がタックル、ダイバー垂直ジャンプ、ダイバーかなり怖いが投げ上がっている、スフィア、ここで打っていく、タロが取り返してファイナルラウンド、ファイナルラウンド、ゴー、ベッカー投げたくたのが大きいですね。はい、まあ、池山としては行をしっかり使って相手を見ていきたいところだな。エレクトリックスネーク、リープ、マイカーラスターが、これはやることが徹底されているか、ターゲット、エレクトリックスネーク、非常にうまいリアン戦を見せている池山レセロ、タックルガードして、タックルもう一回ガードしている、技術は使えないが、投げて、さすがにここは使っていくか、スイフィア X、押して、さあもう一枚さっそうと使っていきたいところなんだが、投げているのはいけば、しかし後ろにはね壁があって、これがまあ結果としては今のはうまく機能したということなんだろうか。ここはしばらくレースが出なかったか、今はスネークワーク、スネークワークの狙ったんですけど、同情するかな。 EX もううまく餌にしようとしたが、ここは3連勝でリーチですか。リーチですね、早いですね、早い早い。さあそして池山昇格戦、鎌倉の大仏の前で毎日毎日飽きることもなく政権好きを繰り返したこの池山レテロ、感謝だと、感謝が大切なんだと言っていました池山。さあエレクトリックスネック、ドリル投げているのはバナオ、もう足込みは勝利、池山は叱った強さをここに見せていきたい、まあ、池山はおそらくモスターに上がれば初です。いやどうでしょう、本人おそらく初のモスターなんですが、あっとここは会長でもやはり緊張するとか、面の流れがちょっと悪くなっているように見えるが、投げて中継、ここが一番エレクやり返している池山レゼロ、感謝の政権好きを繰り返して長いこと長いこと繰り返しました池山レゼロ、ある日気づいてみたら日は暮れていませんでした。そういった数々の伝説を持つ男です、これ池山レテロ。投げて、押し、リープ、乗っかっていって、さあ、池山、自分の根の流れを元に戻したいところだが、ブロッペ、あれところどころ、バナオがクリアしてるんだけど、あれはもちろん挑発ではなくて、当たり前です、入ってて、みんな知らないかもしれないから、言った方がいいかもしれない。さあ、百式感動をうまく使っていきたい、池山レテロ。ここは百式ガンの無理や使っていったが、ガードファイリティング中段、これもガードして走ってきたのに前進、今のは5倍だけ出なかったか、ガードをうまくしているか、さあ連の流れが良くなってきたか、池山まあもう今来ているが、かつては最強のやはり年使いと言われたこの池山メタロ、エレクトリックスネーク、カッパーのカスカリにしっかり出ている、大仏に誓っているんです、池山その誓いをここで果たす、そう言っていました、池山レテロ。さあしかしバナオとしてもここは無理やり取っていきたい、そんな簡単に動画を終わらすわけにいかないと、バナオを張り切っている、ハドケン EX、 ハドケン勝ったのだろう、
そして出てくるのは改めて太郎の弓矢。バナオ対太郎。バナオはこれはプラマイゼロです。はい、まあ、ユリアはバナオとしてはかなりやり慣れているキャラのはずなんですが、まあ、やはり知ってはいてもこういう風になってしまうのがユリア戦。大胆乗ってしゃがみ中パン大勝利。コアシコパン大勝利。ここは電池ちょっとミスっているか、いやミスっていない。デンデンデン、しっかり決めて。おっとここは対決続け、こういうところをデンコにも見てほしいんだ、愛を取り戻すんだと言っていました。バナオ、この第2戦にかける情熱は人一倍でしょう。クラッシュ投げている、勝ち上げが出てきた。悔しい、自転車が待ってシャッターの木、太郎を焦がす。おっと、クリエイティブを使ってきて画面端に無理やりをポッと出てきて、しかしここはバナをうまく中足竜巻、タグハンダごとしっかり上がっているが止まれて、勝ち上げタックル、エイジスタックル挟み込んで、どうするバナを投げている。中段もう一度投げて、ラウンド取り返す太郎。まあそういう意味では太郎は失うものがない、そしてバナオには失うものがある。この対戦投げて愛を取り戻したいバナオ、タックレイジス、これはかっこいいぞ。しかし追いつかれるが、テーブルうまく抜けて、チーラササギ、これはシャギングライしている。波動電磁に溜まって多少稼ぎたい、スターさせて、デンデンデンコ見ているかと、大パン大勝利デジ。そして池山でテロはプラス3、バナオはこれでプラス1。さあ今度は打って変わって池山のペース、中盤うまく使って、しかし画面走り込んだバナオさんが、しかしターンを持っていかせない池山、投げてスタンしている。おっとこれはうまい、かっこいいコンボ決めて、さあシンクロ波動拳を選択するかな。まあわからない相手、特にわからないネクロにはシンクロ波動なんだと本人は言っていましたが、それが今のところはあまり機能していないように見えますが、レンジはちょっと見てみたいところですね。ターゲットから決めているのは池山、スタンさせて、いいえ、ネクロアッパー、ヒライパさあ、昇格戦池山レトロ2度目の昇格戦、そして相手はイリア、太郎を上がらせたくない、投げて、さあしかしゲージがない、太郎ゲージを作りたいが、タックル無理やり作っていく、池山上がりたいが、ここはイエキタックル半影になっているか、リボロって投げがかけらない、ドリム投げて、池山さんテクラッパーガードしている、ブロ取ってダイパー、これはしっかりガードしているが、池山体力的にはかなり厳しい、投げて中足、中足、今の中足2回非常に上がった、そして3回目の中足、ダウンと先制してるのは太郎、太郎マイナス2、降格戦なんで、太郎降格戦ということで昇降戦。おっとジャスミンさんが上がってったようですね。さあお互い負けられないこの戦い、フライングバーブがガードしている、プロトリが引き中盤エレクで刺しているな、いけばダメだけ、池山としてはもうこれは安全に試合を進めていきたい、ダイヤ使っている、しかし太郎としてはここはまだ張れない、ここは当然張っていく、つなげてタックル、タックル、ライパン、スフィアイーズス、我慢した池山、テリブル、テリブルと見えない、チラ打っていくが、ガードしている、チュラシー上がらせんぞと。
さあ渋い表情池山出てろ。そして出てくるのはここで上がってきたジャスミン。これは富永ではありません、ジャスミン孫です。千葉第3チェスト、千葉行かせないぞと千葉 EX 殺し EX 右からヘッドでうまくさばいてる。黒取ってしかし投げが非常あのる壊してそう千葉壊し下ろしは EX が出なかったか。千葉取って投げ行くぜよ、バトル行くぜよ。チェスト鶴見これはしっかりドロッピングだ。あっと太郎ちょっとミスったか、から臭くなってしまって、これは入り1番です。順当にコンボ決めようというか、これはなぜか引き上げてきている。影で命拾いしたか太郎、ヒアリス下打ってテリブル、テリブルガードしてる。しかしサイド張っていきたいがヒアリスしなかったか。太郎頑張りたいところ、キャメルライバー引き上げなって投げて、さあこれはユリアとか。テリブうまく当てて勝ち上げ、しっかり決める。クリアエリス、これは使って取らなければいけないところですね。使うか、はい、ダイバーカブスがいる。さあただ現象バルダイ、さあしかしながらラスミン、これはピオラした、操作をしっかり決めて太郎がまたマイナスに逆戻り。 Now, find a new rival.